い、ということで、お話だよ。いや、ちょっとなんかチラッと見たけど、え、遅刻してる、え、できてない、これ配信できてない、ちょっと待って。ん？ちょっと待って。できてるよ。できてるよ、できてるよ、できてた、できてた、できてた。でもなんか、帰ってきたのちょっと遅くてドタバタしてる。ということで、誕生日です。誕生日おめでとう、サンキュー、コングラティアス。コングラティアスなのかな。誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、サンキュー。ということで、おまたゆたかさんもね、そういえば、スーパーチーズさんも、はい、スパチャありがとうございます。赤スパだよ。ありがとうございます。赤スパ無理しちゃダメだよ、本当に。お月さんもいらっしゃい、サンクスカミン。うん。あれ、ちょっと待って、ケーキの写真どこ行った？僕ちゃんと準備したのにな。ここに、どこにあるんだ？I'm getting cake! The cake! あ、ビッグ。ベリービッグ。何を買おうか見えなくなってしまった。ケーキ、today cake! 今日のケーキはこちらです。ビーク、ベリービーク。ちょっと隅っこ置いとこうね。はい、ケーキ。ケーキ。Yes. I'm getting cake. 隅っこ置いてこう。思いのほか画像サイズをミスってしまったことが今バレてしまう。ということで、今日はケーキを食べながらやりたいと思います。今日はケーキをちょっと待って、今日はケーキを食べながらやっていきたいと思います。It's drinking very sweet cake. Very sweet, 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 so sweet cake. めっちゃ甘いんだけど。めちゃくちゃ甘い。ケーキが甘い。うんうん。ピザ自分で焼けばクソ安い。だからピザを焼け。焼かないな、ピザ。うちのオーブンバカだから、古くて。うちのオーブンでは焼けない。そう、なんかね、うちのオーブン、最近温度を何、なんだろう、設定してるのに温度通りになってくれなくて、あ、もう、あれだなって、ダメなんだなっていうくらいまで、まあ、古いかな。なんか、学生の頃にハマりそうだったから買ってもらったのはいいけど、ハマらなかったお菓子作りでね。オーブンか。あー！ケーキの上にスマホ落とした。ケーキがくっついてるスマホに。やらかしちゃった。スマホはやっぱり置いとくべきだね。持ちながらは無理だった。よいしょ。ケーキ潰れちゃった。でもさすが硬いね、ミルフィーユ。はぁ、あ。うん。でなぁ。焼けしまったね。うん。でも、今コメントできたけど、ピザソースに、んじゃ、パンにピザソースつけるのも美味しい。うん。ということでね、アニバーサリーありがとうございます。本当にね、なんだ、朝からね、なんか、朝からお祝いの DM だったりとか、ディスコードだったりとか、はたまたこの後やろうと思ってたプレゼント開封とかもあるんですけど、朝からいろんなものが、いろんなものってほどは届いてないけど、朝からいろんな人におめでとうってやってもらって、慌ただしく一日が始まりました。そう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 。そう。めっちゃくちゃね、今日朝から早かった。僕朝が早かったね、今日。うん。珍しく早かった気がする。でもなんか疲れてまた二度寝しちゃったけど、朝からほんと起きるたびにおめでとうメッセージがいっぱい来てて。とっても嬉しい。よいしょよいしょ。いやいや。え、なんか操作ミスったぞ。よいしょ。大丈夫かな？よいしょ。そうそうそう。
夜は泣かないよ、メンバーサブスクラブ、センキュー、どんどこどん。え、手が動かない。どんどこどん、まんまんまん。あれ、翻訳しなくなってる。あ、大丈夫だった。楽ですね。てことで次行ってみよう。でも、おとすやんぐいといさん、おはよう。じゃあ、こんにちはか。こんにちは。少しおかしいかもしれませんが、何か、超自然的なことを、超自然的なことを経験したことがあるか知りたいですか？わからない場合は、はい、またはいいえと答えてください。インドネシア人として、私にとって勇気のキャンプテストをしているときには、私はポコン。頭の中、現地のにポコンっていうのがいるんだ。に驚かされ、高校の寮でクランティナークを見ました。突然不気味な話をしてしまいました。ありがとうございます。なんか噛んじゃった。あのね、僕ね、ホラー好きよ。ホラーゲームはできないけど好きよ。ホラーは好きよ。ホラーは好きでね。なんだろう。超常現象的なお話だと。地震来る前に、外眺めてて、地震来るとか全然わかんないよ。外眺めてて、ああ、いっぱいなんか飛んでるなーって思ったら、いきなりこう生首が目の前に飛んできて、地震来るよって言われた時は一番びっくりした。地震来るって言われたより、その生首が飛んできたことにびっくりして、なんだろう、そこにいた友達に飛びついて、地震来るって言われたって言って半泣きになってたら本当に地震来て大変な思いをしました。っていうお話くらいしかないかな。ん？なんだろう、え、僕霊感的な話、霊感的な話、え、その話を今する今してもいいけど、あのちっちゃい頃にめちゃくちゃ取り憑かれてる人って言って住職さんがよく怒ってくれました。何でもかんでも拾っちゃダメなんだよって言って、なんかね、僕ね、片っ端からね、こう拾ってきちゃうらしくて、なんかね、すごい覚えてるのは、中学校の頃家に帰った瞬間にいきなり塩投げつけられて、お持ち帰りはお断りしますって姉ちゃんに怒られた。というのがね、あったりするくらい普通にね、なんか、そっち側の人っていうか変な人らしい。あまりね、気にしないようにしてるけど。あまりでもね、霊感ってね、あってもなくてもね、変わらないと思ってる。むしろない方が幸せ。てん、と思ってます。結構ね、不思議な体験はね、するね。面白半分で、なんか、心霊スポット連れてた先輩がめっちゃ半泣きになってましたけどね。真夏なのにめっちゃ寒いんだけど何って。って。言っていいのかどうしようか迷ったけどね。なんかその微妙な反応が怖いから言ってって言ったらね、車の周りにべったりくっついてるって言ったら、なんか先輩無言になっちゃったことはある。めっちゃ寒いってクーラー入れてたけど、なんかめちゃくちゃ寒いって言い出して。くっついてると寒いよねって言ったらめっちゃビビられたことはありますね。というね、なんか超常的なお話だとそんなのは多々あります。まああまり面白くないかな。どうぞ。というね、なんか不思議なことはよく起こるよ。猫がこんにちはって言ったり。はい。Thank you.
ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の配信で会いましょう。 See you next live stream! バイバーイ。